おはようございます。広瀬大輔アワーバズっていても第58回目を迎えました。第57回目のゲスト、広島ウィンドオーケストラ首席トランペット奏者の三島明子さんのご紹介で、広島文化学園大学教授でいらっしゃいます白石みのむさんと対談させていただきます。このバズっていいと思ってもですね、白石先生のお名前何度か、登場しているんですけれども、こうやって、対談ができることを楽しみにしておりました。それでは行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。ご無沙汰しております。いやいや、お久しぶりです。この度はあの番組に出演いただきましてありがとうございます。とんでもないです。声をかけていただいただけでも光栄です。このバズっていても何度かこう白石先生のお名前が出ておりましたので、こうやって実際に出ていただけるのが本当に嬉しく思っております。あ、そうですか。申し訳ないですが、あまりこの番組というんですかね、たくさん見てないので、はい、ちょっと気がつきませんでした。本当にありがとうございます。はい、それでは、白津大輔アワーバズっていいとも第58回目のゲストは、広島文化学園大学教授でいらっしゃいます、白石みのむさんです。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、先生、それでは早速なんですけれども、まずはこうトランペットを始められた年齢、それからきっかけっていうのを教えていただけますでしょうか。まあこれは皆さん同じようなもんですけども、やはり中学校でトランペットちょっとだけだったんですけどね、中学生の時は吹いたのがきっかけですね。中学1年生の時です。中学3年生の時ですね。その吹奏楽部とかではなくですか。いや、それは吹奏楽部です。ブラスバンドで。その3年生っていうのは何かあるんですかね。いや、これはちょっと話せば長いんですが、いいんですか。はい、ぜひぜひお願いします。小学校の時に鼓笛隊というのが当時すごく流行ってまして、でそこで私は縦笛を吹いてたんですね。4年生ぐらいからかな、小学校卒業まで。それで、当時は盛んだったので、ね、100人以上ぐらいいて、鼓笛隊が。それで並んで街を練り歩いたりとか、いろんな行事に参加してたんですよ。その時にご存知ですかね、ベルリラっていうのがありますよね。そうです、そうです。あれが、行進の、前の方に何列か並んで、それで後ろの方に縦笛がこう、ずらーっと並んでるんですがね。いつも演奏の時にはベルリラが、特に野外だと、太陽の光でもうキラ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 光ってね、綺麗なんですよ。でも羨ましくてね、でもこのベルリラやりたいなと思って先生に何度か言ったんですが、いや、もういっぱいいるからダメだって言われて、まあ、そんなこんなで、中学に、進学したときに、よし、ここでは、吹奏楽部というのがあるらしいから、そこでベルリラをやらせてもらおうと、思いまして、それで、入学早々、なんか部室の方にちょっと行ったんですよ。そしたらそこで、まあ、当時の先輩が出てきて、で、ベルリラをやりたいんですって言ったら、おお、やらしてやる、やらしてやるって言って、来い来い来いって。まあ、早速名前をこう、書きましてね。あ、すいませんね。ちょっと、これ、ちょっと切りますんで。すいません。はい、ありがとうございます。はいはい。そんなで、吹奏楽部に、に縁があったんですが、まあ、最初は、4人ほど入ってね、まあ、その吹奏楽部といっても本当にもう6、7人ぐらいしかいない、まあむちゃくちゃな吹奏楽部でしたけども、でたまたま私と一緒に入ったら4人ぐらいいて、それで全員メロホンを吹かされたんですね。メロホンご存知ですかね。あまり最近見ませんが、
そのメロホンを4人吹いて、私だけね、1週間ぐらい経っても音が出なかったんですよ。それでお前ダメだっていうので、パーカッションに回されまして、それで2年生までずっとパーカッションやってたんですが、3年生になってから、トランペットがいなくなりましてね、で、まあ、私の同級生が2人しかいなくて、まあ、試合やってみるかっていうので何も吹いたことないのに3年生になってトランペットに変わったと。まあ、当然全然音は出なかったですがね。まあ、それがきっかけです。素敵なエピソードですね。いや、素敵でもなんでもないですがその吹奏楽部で打楽器中学生入った時にはベルリラは叩けたんですか、結局。いや、そこにはベルリアなかったです。まあ、要するに騙されたってことですよね。なるほど。ちょっと似たグロッケンをやるぐらいだったんですかね。そうですね。まあ、打楽器はできましたがね。はい、ありがとうございます。ちなみに、その、鼓笛隊に入るときは、もう、なんかこう、音楽やりたいなって感じだったんですか？それとも、こう、学校で入らなきゃいけなかったみたいな感じですか？いや、入らなきゃいけないってことはなかったんでしょうが、よく覚えてないんですけども、いつの間にかやってましたね。当時は、なんかユニフォームみたいなのもあって、なかなか洒落てましたよ。そうですか。それでは、意外なトランペットの始まりで始まった感じなんですけれども。はい。その、まあ、中学3年生からですね、トランペットを始められて、まあ、ここは今から、その、今の、広島文化大学に至るまでのお話を伺っていきたいのですけれども、まあ、こう順に高校生からそのまあ音楽大学を目指すきっかけだったり、それ大学生活、それからオーケストラ入られてという流れでお話を聞かせていただけると嬉しいです。まあ、あんまり役に立つような話はないんですがね、ちょっとこれもね、長くなりそうなんですが、いいんですかね。お願いします。はい。まあ、そうやって中学生を卒業して、それで高校に入ったんですが、その時も、なんとなく吹奏楽続けようと思って、で、入りました。そして何楽器やってたんだって言うから、まあ、打楽器とトランペットというふうに言いましたら、じゃあちょっとトランペット吹いてみるか、ということで、トランペットを始めたんですが、まあ、それも1年半ぐらい、2年生の中ぐらいまでやったら、あとはずっとホルンでしたね。ほう。ホルンに変わりました。まあ、私の当時、小倉の高校なんですけども、部員が、それも20人ぐらいしかいなかったですかね。でも、コンクールなんかどうでもいいような、吹奏楽部で、全然一生懸命やらない。もう練習もしたのかしてないのか、あんまり記憶にないんですかね。ただ、部室には長いこといて遊んでましたね。部室で友達とおしゃべりしたりいろいろして、夜、それこそ10時とか11時ぐらいまでいましたよ。私の頃はね、もう先生がみんな、学校を引けて帰っても、生徒たちは、痛いだけ残ってたんですよ。門も開けっぱなしでしたしね。まあ、今より安全だったんですかね。おおらかでしたよ。それで、その、クラブもね、20人ぐらいで、どこで練習していたと思います？ 20 人ぐらいで。うん。普通だと音楽室になりますよね。そうですね。音楽室とか、まあ、教室とかね。実は、その、場所があんまりなくて、階段の踊り場ってわかりますか？こう、登っていって、ね、ちょっと広くなって、またこう登っていくという、その、踊り場に椅子並べてね、面台と。それで、階段を、まあ、余ったところは階段を利用して、それで指揮者が
階段の下の方に立ってって指揮者というか、最初はあんなところで練習してたんですよ。ええー。だから、しょっちゅう人がね、ごめんごめんとか言って、行き来したりしてる。まあ、2年生に入ってぐらいから教室を使わせてもらうようになって、ええー、まあ、そんなクラブでしたね。ところがね、実はそこは、私が3年生の時に1年生に入ってきたのかな、それとももう1年後だったかな、厚生吹奏楽団のトランペットの久保さんが入ってきました。そのクラブ。で、その1年前、後に、ニッフィルのトランペットの橋本さんが入ってきました。お二人とも、まあ、後輩になるんですよ、高校の。で、もちろん中学から知ってて、当時、久保さんは、トロンボーンでしたね。トロンボーンずっと吹いてましたよ。だから、橋本さんは中学の時はチューバを吹いてて、高校に入って、その、ユーフォニウムに変わったんですよ。で、ずっとユーフォニウムやってました。ねえ、今から考えると不思議な縁ですけれども。はい。まあ、そういうクラブでね、やってまして、で、3年生の3学期に入る頃ですかね。ちょうど、高校3年生の3学期に入るぐらいに、どうやら音楽大学というものがあるらしいと全く知らなかったんですが、そういう大学があるということを聞きましてね、それも面白そうだなと思ったんですよ。で、そう思った時にちょうど東京から素晴らしい偉いトランペットの先生が移ってこられたと。オーケストラにおられたんですが、まあ、家庭の事情で北九州に来られたという話を聞いて、あ、これはタイミングがいいぞと思って、じゃあトランペットで音大行こうと。当時まだホルンだったんですが、急に決めまして、それで部室にあるトランペットを抱えて、その先生のお宅にいきなり行きましてね。はい。で、音大行きたいのでレッスンをお願いしますと。まあ、お願いしたわけですよ。まあ、まあ、先生、じゃあ吹いてみなさいと言われて、その、まあ吹いたら、まあちっとも、まあもちろん上手じゃないわけですよね。まあ、ホルンだったからね。まあ、久しぶりにトランペットも吹いて。だからもう先生もまあ目丸くして、で、無理だと。だからやめなさい。ってこうはっきり言われたんですよね。そしたらその言葉を聞いて、なんか一大決心したんですね。よし、絶対行ってやろうと。思いまして、もう今年は、もう3学期入ってましたからね、3年生の。だから、受験しません。で、もうストレートで浪人をして、1年後、受けさせてください。それまでレッスン見てもらえますかというふうにお願いしたら、まあ、答えは、その日はくれませんでしたけど、まあ、何日か経って、まあ、来なさいと。親ともよく話しましたかということで、そういうことでした。それなんと、その先生は小林孝彦先生という、まあとても素晴らしい先生でした。私はラッキーだったんですけども、その先生が東京でおられたオーケストラがなんと東京都交響楽団だったんですね。そこで創立から吹いておられた先生で、なんともね、その後私がお世話になるオーケストラの、まあ全くそういう時はね、
知りませんでしたけれども、で、まあ、その先生が本当に手取り足取りね、見てくれたので、なんとか、大学には入ることができたんですがね。ただ私は、高い音が全く出なかったので、とうとう入試まで上の祖がかろうじて、それでその上のラが時々出るかなっていうぐらいでしたね。うん、それ以上の音は出たことなかったですね。だからまあそういうことで、まあ音大は受けに、武蔵野音楽大学ですけどもね、まあその大学を決めたのも、その小林隆彦先生がそこを出られたということで、じゃあ私もそこに行かせていただきますって、もう受かったような気になって言ってたんですが、ただ小林先生がね、困られたのは、私が高尾と出ないので、ですぐバテるのでね、その受験曲が当時は課題曲なかったんですよ、音楽大学。自由曲だったんですね。で、まあ、たと、相当困られたんでしょうね。どんな曲をその試験でやらせるか。で、どこから探してきたのかわからないんですが、全部の音が五線の中に収まる曲を探してこられて、私のために、ちょっとこう音階がずっとつながるような、そういう曲だったんですよ。名前も全然覚えてないんですけどね。ただそれぐらいしか覚えてないんですが、そういう曲を選んでくれて、まあこれで受けなさいと。いうことで、わかりました。と言って。それで、まあ、受けようというので、武蔵野音大に、まあ、一浪したと言ったわけですね。で、それがね、大変なことになったんですよ。実はその曲が。というのが、入試の実技の5日ぐらい前に東京に行ったんですかね。初めて。東京に出て、一人で。それで、当時は、受験前に、担当の先、まあ、トランペットの先生に、そこの大学のレッスンを受けることができてたんですよ。それで当時、野崎先生という方がおられて、で、野崎先生というのは、N 教でトランペット吹いておられた先生でね、とっても優しい、素敵な方でしたけども、もう亡くなられたんですが、まあその先生のお宅に、5日ぐらい前に伺って、で、まあ、レッスンを受けたんです。で、まあ吹いてごらんと言われたので、その曲をね、自由曲をこう吹いたんですよ。そしたら、まあ、しばらく黙っておられて、それで、まあよく練習してるよね、というふうには言われたんですが、でも、これじゃ落ちるね。まあ曲があまりにも、なんて言うんですかね、お粗末だったのかどうかわかりませんが、ズバッと言われてすごいショックを受けて、ええー、と思ったんですね。そして、レッスンが終わる頃に、これで受けなさい。その時に、いきなり曲を渡されて、楽譜を。これで受けなさい。だそれが何ですかね、アーバンの、ファンタジーブリランテって言うんですか、あれだったんですよ。見たことも聞いたこともない曲、私にとっては。で、見たことも聞いたこともない曲だし、と思って、でも、あと、ね、数日で、実技試験ですから、と思ったけど、でも、持っていった曲で落ちると言われたらね、そうですね。もう、それはできないし、もう担当の先生から言われたので、で、持って帰って、でも、レッスンは多分できないからと言われたんですよ。もう、だからもうしょうがないから、
持ち帰って、それでまあ練習しましたね。ええー。じゃその、ご存知でしょうけど、あの曲もラマで出てくるんですかね。ええー。だから、ちょっと困ったんですが、もう必死になって練習して、もう、そしたら口は腫れるわね。ええー。で、なんとか試験をそれで受けました。受けて終わったらね、終わってから、その野崎先生が、君君って言われて、はいって言ったら、なんで全部吹いたんだって言われて、えと思った。実はファンタジーブリリアンテの最初から最後のあのトリプルまで全部やったんですよ。何も聞いてなくて。ところが先生はテーマと、まあ第一変奏ぐらいだと思ってたらしいんですけど、私はそんなこと聞いてないもんだから、ええ、もう途中で音が出なくなったりもしたし、上の高い音ももちろんラは出ないし、でもなんとかトリプルはまあレッスンでやってたので、ええ、必死になって一人だけ特別長い自由曲を先生も怒っててね、ああもうこれ完全に落ちたなと思ったら、なんか不思議と受かってたと。いうことですね。ええー。まあ私のようなトランペットが、まあ音楽大学受かったのを知って、おそらくあの後輩の久保さんとか、橋本さんが、同じ武蔵野音大に来て、まあトランペットでね、来たのは、まあ、直接は聞いてないですけど、おそらくね、白石先輩があの程度で受かるんだから、トランペットだって行けば受かるなと思って、彼らもトランペットに転向して受けたんだと思いますね。まあ、それは単なる想像でジョークも張りますけど、まあ、彼らも小林孝彦先生という、もうお亡くなりになられたんですけどもね、残念ですが、その先生のレッスンを受けて、まあ、立派な、奏者になられたということでしょうね。そして、まあ、音楽大学に入りました。まあ、当時入ったの一緒が、同期が、最後に、トーフィルにおられた長倉ジョージさんですね。同級生です。もう彼はもう素晴らしい音と、ビブラートがとっても綺麗でね、僕は当時ビブラートっていうのも知らなくて、なんであんな綺麗な、その音が揺れるんだろうっていうのをいろいろやってみたんですけど、なかなかできなかったですね。それから彼はリップスラーがとても得意でね、まあ、私はソドソドぐらいはできてたんですけど、ドミドミのリップがどうしてもできなくて、ずいぶん2年生になるぐらいで悩みましたよ。でも彼はもう上のハイベイぐらいまではもう楽々と吹いてたし、でもう一人山本博さんっていう、まあ、彼もトランペットとっても上手で、それで卒業後はヤマハに勤めて、で管楽器の西日本の主任のようなこともやってましたね。すごく幹部になられましたと。その三人でしたが、まあ私が一番、まあ高い音が出ないというので、まあオーケストラとか吹奏楽の授業なんかあるじゃないですか。でまあ三人いるわけですけども、まあ私がいつも一番下なんですよ。当然。もう三番の譜面を。で、あと二人が、まあ、どっちを一番吹こうか、という感じで、まあ、やってたのは記憶にありますね。三年生ぐらいまでそんな感じだったかな。うん。で、その、音大に入った時に、ついた先生が、もう、当時は野崎先生ではなくて、戸辺豊先生という。素晴らしい。こちらも本当に素晴らしい。先生。当時はまだニッフィルにおられたのかな。で、その後新ニッフィルに移られ、
ましたけれども、この戸部豊先生に着きました。まあ、とっても当時は、厳しい先生でね、今は、話を聞くととても優しくて、和やかなレッスンをするということを聞いてますけど、僕らの時はもう本当に厳しくてね、で特に戸部先生は、ハイトーンがお好きなんですよ。もうトランペット吹きはもうハイトーンが命っていうような、雰囲気もちょっとあって。で、レッスンでまず、こう、バズイングでね、まず、ピアノのハイベイを叩いて、キンキンキンって、はい、この音出せって言われるんですけど、もう出るわけもなく、ただちょっと先生ももうイラッとして、しょうがない。じゃあ、マウスピースで、ハイベイ、はい。まあ、それも全然こう、出ない。ねえ。で、まあ、そんなこんなで、まあ、小林孝彦先生の時もそうでしたけど、私が高い音出ないっていうのは随分苦労されたんじゃないかなと、レッスンでは思いますね。で、アーバンでもタタ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 タ、次に、ラララソーってあるじゃないですか。あれが出ないんですよ。もう、で、戸部先生のレッスンはきちんとできないと先に進まれないので、もうそこで止まってしまってね、ああ、もう、しばらく一年ぐらいは随分、それで、まあ僕の方が戸部先生の足を引っ張っていたという感じですね。でもまあ、その厳しさのおかげでね、私もまあ今鍛えられて、それでまあ4年間頑張れたんだなというふうに、本当に思って今とても感謝しています。まあどれぐらいね、厳しいかというとまあ怖さもあったりして、で今では考えられないようなあれなんですが、当時は、まあ今でもそうですけど、オーケストラの先生なので、定期的に来れないですよね。だから月にまあ1回しかない時があったり、まあ2、3回来れたりとか、で、突然、こう、ケージで、今日レッスンでき、やるぞ、というような、形があるわけですよ。そしたら、レッスンっていうケージが来たり、レッスンの日が来ると、トランペットの僕らの顔色がどうも違うらしいんですね。青白多くなって、なんか、塩かけたナッパみたいに。だから、ピアノ科の子なんかがね、あ、今日レッスンでしょうってすぐわかるんですよ。もうそれぐらいこう顔つきがもうガラッとその日は変わるというぐらい、緊張の日でしたね。まあそういうふうにしてまあ鍛えられたおかげで、なんとかね、4年間トランペットを頑張れたと思うんですよね。もし先生がじゃなかったら、私は途中でもう自分はもうラッパーは無理かなという。で、やめてたのかもしれないですね。はい。まあ学生時代はそんな感じです。あと、どんなところまで話すんでしたかね。もうぜひそのままオーケストラに入られるところだったり、まあもう本当に今の広島にたどり着くまでもお伺いしたいなと思ってるんですけれども。そうなんですか。そうですね。まあ、あんまり役に立つ話は全然ないんですが、まあそういう厳しく、一個ずつ一個ずつこう、しつこくやられたおかげで、しっかり吹く形というのはなんかあったんでしょうね。で、もちろんオーケストラスタディもよく見てくださいました。ただ、実は私、オーケストラに入るという思いはなかったんですね。4年生になっても。それで、夏休みに家に、まあ、実家に帰って、九州の。で、出身校の、まあ、校長先生、
といろいろ話したら、卒業したら、まあ、うちにおいでよと。ええ。まあ、当時はね、もう時効ですからいいでしょうけど、割と緩くて、ええ、まあ、事前にちょっとそういうふうな話もできたんですよ。だから、あ、卒業したら、高校行って先生になれるな、と。ええ、思ってたんですよね。そしたら、10月に入って4年生のすぐに、先輩からトロンボーンの先輩なんですが、その先輩は、東京都交響楽団におられた方で、おられ、当時ね。それで、白石、オーディションがあるからちょっと受けてみなさい。突然声かけられて、ほう、オーディションですかって言って、うん。で、まあ、これはこういうのも経験だからね。せっかくラッパ吹いてんなら、そういうオーディションを受けると、そういう経験もいいだろう。って言われて、わかりました。って言って、どこのオケですかって聞いたら、お前俺が言ってるオケも知らないのかって、もうそこで散々怒られたのは覚えてます。あ、そうですか。当時東京都交響楽団ともあんまよく知らなかったんですが、ええー、それでわかりましたって。で、その2週間後でしたかね。確か10月の、ね、オーディションがあったんですけど、その時もね、実は課題曲っていうのがなかったんですよ。オーケストラスタディはあったんですけど、課題曲っていうのはどんな曲でもよかったわけです。だから、まあ気が乗らないということはなかったんですけども、まあ曲は何でもいいやと思って、でそうだ、1年生の時に吹いた。あの曲だったら練習しなくてもいいし、高い音もないし、ということで、U のトランペットの曲って覚えてますか、うん、ターン、ターン、ターン、タダターンってやつです。ええ。あれ上のラのフラットまでしか出ないんですよ。で、あ、これ1年生の時にやって、だから、あ、これはだったら、練習もしなくていいし、伴奏者も、できるし。まあ、非常にこんな短絡的な、ことで、オーディションを受けました。うん、で、その、オーディションもね、ペトリウシカとかね、やっぱりああいうお決まりのね、オーケストラあったんですけど、オーケストラの曲あんま知らないので、何が怖いのかなんかよくわからないよ。まあ、吹いたのが、まあ、良かったですかね。しかし、曲に入って、最後の曲やったんですよね。あれは、東京文化会館の小ホールでしたかね。みんなの学員さんと指揮者の前で、まあ、吹いたんですけど。で、まあ、U の曲、吹いてる途中に、ステージマネージャーの方が、まあ、ダーッと入ってきて、吹いてる途中に。ダーッとこう、叩かれたんですよ。どうしたのかなと思って。もう、君、制限時間、とっくに過ぎてるんだけど。って言って、あ、制限時間があったんだ。なんか5分ぐらいだったらしいんですが、あれ、僕もう10分ぐらい吹いてまだやってたので、それで、もう引きずり下ろされて、すいませんって言ったら、そこでまた横で、困るんだよ、こういうこと。散々怒られて、大学まで戻りましたね。でも、まあ、受かる気はなかったので、受かるつもりはなかったのでね。まあ、本当に失礼なんですが。そしたら、なんか、大学に散々電話かかってきたというので、僕を探して、職員の方が、白石君すぐ、東京都交響楽団に電話しなさい。で、わーと思って電話したら、君が受かったので、ちょっと手続きに明日って言われ、びっくりして、なんて言ったと思います、私。そしたら、
ちょっと困るんですけど。向こうの人がびっくりして、いや、僕卒業したら高校に、つって言ったら、もう怒っちゃってね。君どういうつもりだいや、すいません、っていう感じ。なんかね、本当に失礼でした。もう、やっと人に喋れるかもしれませんが。もう、何十年も前の話なんで、すいませんでした、あの時は。ええ。でもまあ、それで、それなら、まあ、怒られたのもあるし、ええ、それで、まあ、オーケストラも経験しようと思って。でも4年生の10月の定期ぐらいから乗ったんですかね。もうすぐ、定期に乗って。もちろんセカンドですけどね。乗って、それで卒業 したと。で、ずっと、まあ、東京に。で、お世話になったわけです。うん、はい。ちょっとだけお伺いしたいんですけれども。はい。こう、高音が苦手だったという話が、まだこう、途中といいますか、こう、いつ、何か変化があったかとかいうのもちょっとお伺いしたいなと思うんですけど。はぁ、ちょっとね、自分でも、わからないんですが、今から考えると、二つの理由があって、一つは、スミスのリップフレキシビリティっていう、エチュードがありますよね。で、私もリップスラーが全くできなかったので、で、あれを、コツコツやってて、最終的には3年生の秋ぐらいですか、夏過ぎぐらいには、割とあれ一冊できるようになりましたね。はぁ。まあ、後ろの本当に上の F、ファとか、ソとかのところまではいかなかったんですが、まあ、ミぐらいまではなんか、エチュードで出るようになったんですかね。それと、やはり3年生の、入ってからすぐぐらいに、どうしても聖管をみんな買って吹いてるんですか。聖管欲しくて。ただお金がないので、私、米管1本しか持ってなかったんですよね。だからその米管を売って、頭金にして、それで聖管を、まあ、ローンで買ったんですよ。ええ。だから、それから私は、米館を、東京にいる間は、ほとんど吹いたことないです。ほう。ええ。で、米館吹くようになったのは、オーケストラ辞めて、まあ、ここの大学お世話になるようになって、レッスンで、どうしても米館を吹くようになって、それから米館を吹き、また吹き始めましたけど、それまではもう本当に聖管一本でしたね。まあ、だから戸部先生にも事情を話して、米管音がないので、聖管だけでレッスン受けさせてくださいってお願いしたら、わかったって、まあいいよって言われたんですが、なんと、聖管でやるときには、どんな、これは全部米管の譜面なんだから。インベーデすべてそれと聖管でそのまま吹いてというそういうふうなこともやらされて、まあそれがまた良かったですね。読み替えが、なんか器用にできるようになって、一番まあ当時は一音という感覚なしにまあ吹けましたね。インベーの譜面はそのまんま、どんなものでも。まあそういう、で、定管に変わってから、なんとなく上のラとかが、定管だとそうじゃないですか。で、未だにトラウマでまだラは嫌なんですけどね。未だにあるんです。アーバンのラを吹くときは、どうもこう、心臓がこうバクバクするんですけど、
でも税関吹いてからちょっとそういうあの意識が変わったのか、だんだんあの楽になってきました。いつの間にかですね。だから双方をどうのこうのしたとか、なんかそういうことじゃ全然ないですね。いや今主義、うん、ありがたいですね。やっぱりリップすらコツコツやったっていうところっていうのも大きいんでしょうね。だと思いますね。最初の頃は本当に1ページ2ページぐらいをやるのに数ヶ月ですからね。たったあれだけの、数ヶ月は毎日3時間4時間ぐらいやってましたね。あればっかり。コツコツが、あれですね、先生のお名前じゃないですけど、実っていたわけですよね。おでもなんかこう、本当お名前の通りにこう、やっぱコツコツとやっていかれたってことはすごい大事なことなんだなっていうのを、つくづく思いました。まあそんなかっこいいもんじゃないですけど、やらざるを得なかったというか、そういう。リップスだって苦手で、どうしてもこう、やらないっていう生徒たちも結構、多いところにやっぱり苦手でもこう地道にやっていけば高いとか出るようになるっていうのはいい話ですね。まあそうですね。周りがやっぱり長倉さんなんかはね、本当にもうリップスラー大得意で、そういうモデルがありましたからね。なんとかああいうふうにやろうと、いう思いがあったので。そういうの辺も本当ラッキーでしたね。でもあれですね、こう音大を受験しようって決めた時からトランペットを始めて浪人されて、結局は5年間でオーケストラにたどり着いたってことになりますもんね。そうなんですよ。だから何かのことでもね、あの演奏歴っていうんですか、当時こうね、あの書いたりするのに5年とかその書くのもちょっとね恥ずかしかったですけど。すごく、でもよく考えたら中学1年生で始めてまだ高校2年生ですからね、5年間って。いやー、はい。それでは東京に入られまして、また東京のお面も伺いたいんですけども、はい、途中ね留学もあられると思いますので、その私のお話も伺いたいんですけれども、はい。まあ、どんな話をすればいいですか、オーケストラ。そうですね、まあ、オーケストラに入られて、はい、まあ、その、結局何年間なんですかね。まあ、18年とちょっとでぐらいですかね。あの、で、辞めたんですが、まあ、学生時代に入ったので、まだ学生気分のままで、もうね、定期とかに乗るわけですよね。で、まあ、当時は、渡辺明夫さん先生とか、森章って森忠先生とかが、あの、徒競の指揮者でしたけども、まあ、初日の練習でこう、トランペットなんとかさんって、名前、白石さん、あの、こうしてくださいと。なんか言われたことがあるんですよ。練習の時に。そしたら、はいって、大きな声で、その、返事をしたらもうみんなが吹き出して。まあ今から考えると本当まだ学生だったんですよね。でもやる曲はみんな知らないし、もう大変でしたけども、ただもう必死になってただけでしたかね。だけどね、それからまあやっぱり5、6年して慣れてきて、何にも勉強してないし、これは、ちょっと、いけないな、と思って、まあ、逃げるわけじゃないんですが、一回離れてもう一回勉強したいと思って、留学を考えたんですよ。ねえ。それで、ワシントン DC にあるあの、ナショナル交響楽団という、アメリカのオーケストラがあるんですが、当時はあの、ロストロポービッチさんとチェロの有名な、彼が音楽監督でしたかね。そこの首席トランペットのアデル・サンチェスさんという方
メキシカンなんですが、まあ彼につこうと思って、コンタクトを取って、1年休団して留学しました。もうそのサンチェスさんにしたのはですね、ドイツとかいろいろなところを考えたんですが、あんまりみんなが行かないところに行ってみようと。いろんな情報があるので、あまり行かないところに行ってみようというふうに考えたのと、それからその何ヶ月、決める数ヶ月前に、ニューヨーク室内管弦楽団というのが東京に来て、でブランデンブルグの2番をやったんですね。その時はね、トランペットがジェラルド・シュファルツさんということだったので、もう絶対聞きたいと思って、で、会場に行ったら、全然違う人が出てきたんですよ。それがアデル・サンチェスさんだったんです。まあ、なんかね、シュワルツさんが病気かなんかで、急遽、代役で来日して、だそのトランペットがあまりにも綺麗で、びっくりして印象に残ってて、それで、調べて、あの人にちょっとついてみようと思って行ったんですね。それが、ワシントン DC に行った、決めた理由です。で、まあ1年間着きましたけれども、まあ、とっても優しくていい先生でしたけども、音楽に対してはまあ非常に厳しくて、で、彼は僕がもうすでにオーケストラプレイヤーとしてやってるという頭でレッスンを最初し始めたんですね。そしたら、まあ、あまりにも素人っぽくいいトランペットだということにびっくりされたようで、それで、もう最終的にレッスンを始めたのがコンコーネでしたかね。コンコーネをトランペットでじっくり吹くということから始められて、いい勉強させていただきました。で、その時ですね、オーケストラスタディももちろん、レッスンしていただいたんですが、まあ、アメリカの厳しい、世界で、まあ、上にこう、立つためには、とにかく、ものすごい勉強の量が必要なんだっていうことはよくわかりましたね。でも、どの曲を出してきても、まあ、その作曲者の、まあ、人となりとか、背景とか、この曲を書いた時のどうのこうのとか、そのパッセージはどういうインスピレーションで来たかとか、そういうこともずっと教えてくれるんですよ。まあ、本当によくご存知で、そうかと思ってね。プロフェッショナルってここまで、その裏付けがないといけないんだと。うん、気分じゃいけないんだってこともよく、まあ、学べましたかね、その時に。まあ、思い知らされたというか、いい一年間でしたよ。はい。で、まあ、帰ってきて、それで、ちょっとしてから、まあ、一番を今度吹きなさいということが来て、まあ、宿泊しながらやったということですね。でも、それからすぐ福田さん、札幌交響楽団の、福田さんが首席で、来てくれたので、まあ、もう難しいのはみんな彼にお任せしようと。いうことで、そして横でもう素晴らしいラッパを毎日聴けるというような感じで、もうとてもいい環境でした。私が東京に入った頃は、杉原さんという方と、北川さんという方と、それから鈴岡さんという方、三人がおられましたね。ご存知ですか？お名前だけは、はい、伺ったことが。ああ。
まあ、北川さんも杉原さんまだお元気だと思うんですがね、鈴岡さんは途中でちょっと体壊されて亡くなられちゃったんですけどもね、本当にお世話になりました、特に北川さんなんかはもう自分弟みたいな感じで可愛がっていただいて、本当に良かったです。はい。そして、まあ、今度は先生という職になられる、もうきっかけだったり、タイミングだったりというのは何かあるんでしょうかね。あ、もうそれはですね、まあ、18年、東京にいて、本当に、一番いい時でしたかね。もういろんな曲ももう、何度か、こう、じゅんぐりとやって、それでオーケストラも慣れてきて、まあ、楽しめるようになった頃だったんですが、まあ、こんな、自分のこと話していいんですかね、本当のうちは。辞めるきっかけはですね、家内が広島なんですけど、今広島にいるんですよね。その、で、お母さんがちょっと全身リウマチで、もうほとんど体が動かなくて、で、お父さんが献身的に見られてたんですけど、お父さんがまあ、癌で急死されましてね、それで、ちょっと家の方も商売をやってるので、親戚の人もなかなか面倒が見れないと。それで病院で世話を受けてたんですが、リウマチはご存知のようにもう治す方法がほとんど当時はなかったんで、まあ、存在に扱われるということはないんですけど、あまりこうね、親身にはやってくれないわけですよ。で、まあ、実家に、家内の実家に帰って、お母さん見舞うたびに、ちょっとこれは僕らが、面倒見なきゃいけないね、という話になって。で、まあ、東京に呼ぶにはちょっと気の毒なので、じゃあもう、広島に行って、面倒を見ようかと。まあ、一年ぐらい話し合いながら、まあ、当時子供もいたんですけどね、長女が中学にね、まあ、上がるという頃の、その前に、その、節目で、じゃあ帰ろうと。行こうということになって、まあ、団の方にお願いしたら、団もまあ、そういうことなら仕方がないかと。で、了承していただいて、辞めて広島に来たんですよ。ええ。まあ、10年ちょっとお世話できましたけど、からね、亡くなるまで、これは良かったなと思いますね。そういうのが、まあ、辞める一番の理由ですね。ええ。なるほど。すいませんね。はい。すいません。で、まあ、じゃあ、その、広島に、オーケストラ辞められて、移られて、はい。タイミングなんですかね、その、文化学園っていうのは。はい。その、広島に来て、まあ、新聞配達でもやりながらと最初思ってたんですよ。ええ。いや、本当に。まあ、何にもその、オーケストラ以外知らないので。で、他の仕事もしたこともないですから、新聞配達ぐらいかなと思ってたら、その文化学園、当時短期大学、女子短期大学だったんですが、そこの教授をされてた、バストロンボーンの小林安一郎先生。これもまた小林という名前で本当に縁があるんですけども、小林先生、安一郎先生は、東フィルでずっとバストロンボーン吹かれてた、まあ、名手ですね、その先生も、まあ、途中で東フィルを辞められて、広島に帰られて、そこの、まあ、大学の先生になられたという方が、私が、まあ、オーケストラやってたトランペットが広島に来たという噂を聞かれて、で、連絡をくれたんですよ。それで、
うちでちょっとやってくれないかと。まあもちろん非常勤ですけどね。ええー。だから全く、その、仕事のつてもなかったので、これは助かると思って、もうぜひよろしくお願いします。ということで、もうその年にお世話になることになって、まあ今までまあ続いてると。今まで続いてるという、そういうことです。だからもう、小林孝彦先生、トランペットのね、先生もそうですし、まあ、戸部先生ももちろんそうですが、小林安一郎先生の方には、もう、ちょっと、なんと、ね、感謝していいか、わからないぐらい、感謝しておりますね。それが縁ですね。はい。で、そうですね。もう、オーケストラを辞められるという決心っていうのも大変な、思いだったと思うんですけど、うん、でもね、そうやってまた縁がつながって、ね、広島っていう場所に白井先生がいらっしゃるっていうのも、今の生徒さんたちもすごい喜んでらっしゃると思いますし、いや、いいよ。喜んでくれてればいいんですが。本当にそうだと思います。本当に、いい縁があってよかったなと思っております。はい。無事に、今のね、広島の文化学園までたどり着かれたところでですね、一応ですね、こう、なんか、まあ今までのこう手応えのあった演奏とか、こう思い出に残ってる演奏っていうのもちょっとお伺いしたいのですけれども、よろしいでしょうか。あ、オーケストラですかね。そうですね、まあトランペットということで。まあオーケストラ時代、東京では本当にいろんなね、いい思いをさせてもらったんですが、私が好きだったのは、ツデネク・コシュラーさんって、チェコの、指揮をされてるね、有名な方ですけども、が、いろんな曲やったんですが、我が祖国、スメタナの、全曲ですね。あれは何度やったんですかね。割と東京の当時には18番のような感じで、コシュラーさんとの、相性で、もうとっても良かったですね。民族的な面も出るし、また非常に自然体で音楽が表現されてて、だからおそらく、やってる方も楽しかったですけど、聴いてる方も非常に楽しめたんじゃないかと思います。あれは、本当に印象深い。演奏会になりましたね。ああいうのは良かったです。まあ、悪い印象もあるんですが、私の本当に、私は実はね、ちょっと、ある時から耳に何かこう、故障があるのか、音がね、単音でが重音に聞こえることがあるんですよ。いつ起こるか分からないですけど、突然起こるんですよ。で、耳鼻科行ったんですけど、その時は正常なので、ああ、なるほど。まあ、どんなあるか、例えば、まあ、オーベがチューニングのアー出しますよね。そうすると、それが40音ぐらいに聞こえるんですよ。ほう。その不協和音で。だからもう頭の中がぐしゃぐしゃになるぐらい、突然が、そういう、まあ今ほとんど人にこれ話したことはないので、で、これが特許を辞めた理由にはなってないんですが、ではないんですけども、なんでそうなのかちょっとすごい怖いことがあって、で、実はその特許を辞めた後に、急遽にエキストラを頼まれて、当時もう辞められたんですかね、八馬さんという、方が声かけてくださって行ったんですよね。そしたら練習の初日にそれが出て、かあ困ったなあと思って、もう練習始まったと同時に、もう全然な音がわからないんですけど、自分の吹いてる感覚だけで、吹いたんですけど、おそらく相当迷惑かけたと思うんですよね。あれは苦しかったですね。で、まあ彼にも、八馬さんにもね、ちょっとそれ言えないし、ちょっと、ここでちょっ
降ろさせてくれと言おうと思ったんですが、ちょっとなんか言う機会もなく、もちろん一番じゃなかったのであれなんですけどね。何の曲だったかな、ディフェアトストラクト、ユーフォニウムにね、ホカゾノさんがエキストラで来られてましたね。で、ホカゾノさんとのユニゾンでこう動くとこがあったんですよ。で、何だったかな、それで、それがちょっと合わないくて、ホカゾノさんが終わってからちょっと、シラさん、ちょっと合わせてくださいとか言って言われて、すいませんって。まあ、あれが3日ぐらい、本番終わるまで、ものすごい辛かったですね。迷惑かけたし、ああいうことがありました。それは辛かった、嫌な面ですね。まあ楽しいことの方が多いですよ、もちろん。でストレスからだったんですかね。もう、こちら帰ってきてから一回もないんです。広島来てから。来てからっていうか、そのオーケストラをもうやらなくなってからね。でも急遽ではかなり迷惑かけた思い出が辛かったですかね。いやでもなんか、ねえ、僕だったら今こうなんですって言っちゃいそうなんですけどもね。いやね言えばよかったんですよね、本当は。迷惑かけるぐらいなら。乗り越えられたっていうのはすごいなと思いますし。いや、乗り越えたのか、周りの方が我慢してくれたのか。ね、我慢っていうあれじゃなかったら多分何かが起きてたと思いますしね、もうちょっと、なんとかかんとかみたいな。なんか乗り越えられたんじゃないかなと思いますね。でもその先ほどのチェコのね、指揮者とのこう和楽、はいはい、もう、まあ、聞いてるだけでこう、あ、すごいなと思いますよね。なんか、和が祖国って本当にやっぱスメタナの思いもこもってますし、でもなかなかこう自分たちだけじゃできないようなのをやっぱり指揮者がそうやって持っていってくださるっていうのは本当に羨ましいなと思いますね。はい、ありがとうございます。それではですね、こう、まあ、一応こう皆さんに伺っておりますので、まあ、演奏されている時にも考えてらっしゃったこととか、こう大事にしていることっていうのはどんな感じでしょうか。あ、それはもうサンチェスさんに、アメリカ留学的に教えられたように、まあ作曲者とか曲の背景とかをね、まず、でそういうことをやってると、何ですかね、その曲を聴いたり吹いたりするときの、私はいつも頭の中に映像が出るんですよ。いろんな、まあ、景色だったり人の動きだったり、多くは人の動きが多いですけどね。踊ったり、歌ってたりとか、日本舞踊だったり、なんかそういう人の動きとか、いろんな映像がいつも頭の中に浮かんでくることが多いですね。まあそれは心がけてるわけではないんでしょうけど、まあそういう習慣がついたというか、これもサンチェスさんが、まあよく言われてましたけどね。やはりこう、人の動作というものと音楽、音律というか、そのパッセージはかなり共通点があると。まあペトロイシカのタタタッタタタッタタタっていう、その人のこの関節の動き、いろんな動き方、あるいはタララー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 とその動きと、まああれはバレエなのでね、なおさらですが、まあ、すべての音楽に、まあ、そういうふうに、こう、彼は結びつけていろいろ教えてくれたんですけど、それが、私の頭にずっと残ってて、未だにそれがね、習慣になってるといえば習慣になってるんですね。なかなかね、これをレッスンで、その学生たちに伝えようとしても、自分の中の頭の映像をこう押し付けるわけにもいかないし、難しいとこなんですが、参考になってる学生もいくらかいると思いますね。でもね、さっきの留学のお話とこう一緒にね、そのやっぱり一つの楽曲に対しても
ごく準備をされてってところからの想像力というところですからね、やっぱりその、まあ、伝えて学生さんもそこから想像力をね、働かせるようになるしかないかなと思いますよね。うん。うん、いや、ありがたい話です。ありがとうございます。いやいや、それ全然。勉強だと思います。はい。それでは、一応こう、なんかルーティーンっていうのはお持ちかどうか伺ってもよろしいですか？ああ。演奏ですか？何でもいいです。もう生活でもいいですし、まあ、演奏につく。特にやることはないんですよ。まあ、トランペットで、のやつは、まあ、ウォーミングアップでは、まあ、必ずチコビッチさんの、タラララララとか、あれは違いましたね。チコビスはタリラララララですね。ええ。あれをまあ取り入れるようにはしてますね。まあ、生活の方ではね、起きたら必ずコーヒーを一杯。ええ。それから私はクリスチャンなので、朝聖書を必ずこう読む習慣あるんです。いいですよ、とっても。なるほど、それぐらいです、はい、でもまあ素敵なことだなと思いますね、うん、はいはい、本当にいいですよ、なかなか、なんか朝からそうですね、なんか仕事に追われてバタバタするよりもやっぱ落ち着く時間っていうのは大事かなと思いますね。ああいいですねそうありたいですねいやでも十分ですかね、コーヒー飲んで読むっていうのはことだと思います。ありがとうございます。それではですね、はい、まあ、これも皆さんにお伺いしてるんですけど、まあ、好きなオーケストラ作品とか、皆さんで演奏する作品だったり、好きな作曲家っていうのは、こう、なんか出てきますでしょうか？もう好きなのはもうベートーベンですね。もう最初から好きでしたね。というのが、私は中学3年間、ビートルズ世代で、ビートルズ の, 曲をよくやってたんですよ。グループ組んで。4人で。で、私、ポール・マッカートニーが好きでね、ベースギ、バイオリン型のベースギターを買って、ベースを弾いてましたけど、それ好きだったんですが、同時にね、うちにベートーベンのレコードがあって、で、それで、コリオラン序曲を聞いたんですよ。なんだろうと思って。すごい衝撃を受けて、あれ、中学1年生の終わり頃でしたかね。聞いて、もう、すごい衝撃を受けて、それをもう何回聞きましたかね。コリオランとエグモンと、この2曲は、クルイタンスかなんかの式で、ベルリンフィルでしたけどね。そのトランペットがパーというようなのもあってね。それで、それからもうずっとベートーベンが未だに好きですね。実は、この録画の前まで、ベートーベンの6番聴いてたんですよ。研究室で。それぐらい好きです。いや素敵ですね、ありがとうございます。なんかでもね、意外ですね、そのベース弾いてたのあ、いや未だにビートルズは時々聴きますからなるほど、ありがとうございます。それでは少しこうトランペットのソロの作品だったり室内楽の作品の方もお伺いしてもよろしいですか？はい、好きなものですか？もうこれももう一番に挙げろったらもうハイドンですね。ハイドンのコンチェルト、これに勝るものは私自身はないと思いますね。いろんな名曲ありますけど、まあ、当時ね、ハイドンが、まあ、晩年の充実した時に彼独特のシャレッケとね、ジョークも含めた曲ですよね、それでよくぞ書いてくれたという思います、フレーズを。もう、まあ一番ですね、あれは。はい。ありがとうございます。説得力もありますね。ありがとうございます。それでは、基礎練習の方も少しお伺いしたいんですけれども、基礎練習をされるときに、こう、大事にしていること、考えていらっしゃることっていうのはどんなことでしょうか？
もうそれは、自然体で、ええ、なんていうかね、よく言われるのは、日本人は、律儀なので、ウォームアップからして、すごく完璧さを求めるじゃないですか。きちっとした音で始まって、とか、だけど、YouTube とかでもちょっと見ると、ウォームアップはあくまでもウォームアップだと。それを神経質にやるのはね、逆効果っていう、も聞いて、まあそれを心がけてますね。まあ、音が揺れたり、こう、うまく音が出ない時も、まあウォームアップなので、まあそれが、じゅんぐりじゅんぐり待つというような感じで、自然に、その、音として成立していくように待つという。まあ、これよく言うんじゃないですかね、みんなも。そういうところぐらいですね、心がけてる。はい、ありがとうございます。それでは、そのままこう、おすすめの教則本なんかをご紹介いただけますでしょうか。もう好きな曲とも関連するんですが、もうそれはもうアーバンですね。もうこれ以上のものは私はないと思います。で、アーバンもね、元々のこのフランスの、ね、原点版の方ですね。これはいいですよ。今、日本で使ってるのはこれをちょっとこうまとめたやつ。なんですが、この原点版のアーバンは、日本で出版されてるやつの中に書かれてないものがふんだんにあって、それでものすごい音楽的なんですよね。そこにこう書かれてあるいろんな指示とかも、それから内容もね。だからもうアーバンこれ、一冊や、これやれば、もう他一切いらない気がしますね。これはね、元ベルリンフィルのガボールさんも言ってましたね。もうアーバン一冊やれば、もう、あとは何でもできると。もう音楽も教えてくれますし、それこそ段階的にいろいろ上達する。ものも本当に緻密に考えられているので、まあ、いっぱいエチュードありますけれども、まあ、迷ったらもうアーバンと、いうことがいいと思います。はい、あと、ウォームアップでは、というか、私はこれですね。ああ、むしゃべりだ。これ皆さんよく使ってますけどね、一番無理がない感じで、これは、ウォーミングアップで使ってますね。はい。ちょっとね、おすすめの本があるんですが、きっとご存知だと思うんですけども、これです。ああ、本ですね、はい。はい。アーノルド・ジェイコブスは書く語りきという、これパイパースで昔、出しましたよね。はい。はい。このジェイコブス自身が書いたわけではないんですが、このバストロンボン奏者の人が、ジェイコブスのお弟子さんが、ジェイコブスが言ってたことをまとめてる本ですけど、これは本当にいいですね。いろんな奏法があるじゃないですか。ね、今、近代奏法と言われているようないろんなノウハウがあるんですが、そのすべてを忘れさせてくださる。何が大切かっていうことに焦点をきちっと当ててくれるというか、まあ、これはぜひおすすめですが、今出版されてるんですかね。どうなんでしょうね。ちょっと調べておきます。もう持ってるので、ね、出てるかどうか調べてないですね。すみません。ああ、そうですよね。でもこれは、とってもいいですね。いろんなものを削いでくれる、うん。迷いとかいろんなものを削いでくれて、大切なことだけに集中できるという、おすすめです。はい。
ありがとうございます。それではですね、楽器マウスピースを教えていただいて、いただけることは可能ですかね。もう、普通のものですよ。もう、米管はこれ、広島に来てから買ったんですけど。はいはい。これも中古で譲ってもらったんですけどもね。はい。バックの普通の米管で。はい、それから、正管は、このヤマハ。ね。これゼノ2というのが昔出て、はい、出た頃のやつですがね。この吹き込み管のところにカツラがあるんですが、これがもうちょっと長かったんですよ。うん、でちょっと分厚かったので、嫌だからって自分でこう切って、金の子で、ちょっと短くしたら楽になりましたで。そのまま使ってます。綺麗な状態です。もちろんバックの青管も、うん、オーケストラ時代に使ってたやつも、そのまま使ってますね。はい。あとはもう、ピッコロはこのセルマーの、本当に昔の何十年前ですね。これ大学4年の時に、終わる、オーケストラ入るぐらいかな、ちょっと前ぐらいに、頼まれた仕事があって、で、まあ、定管しか持ってないので行ったら、ハーモールミサだったんですよ。それで、と思って、それでピッコロというもので吹かなきゃいけないということを聞いて、一番だったのでね。それで、急いで、その日、誰か持ってないかって言ったら、たまたま自衛隊の人がいて、僕の譲ってもいいですよ、つって、人から譲ってもらったものです。あの時に2万5000ぐらいだったかな、これ。で、譲ってもらって、その時についてたマウスピース、そのままで次の日仕事に行きましたけど、その時はピッコロ初めて吹いたんですよ。ええ。もうどうだったか覚えてませんけど。すごい話。それはセルマーの。これ、なかなかいいんですけど、うん、もうガタが来てて、あれですけど、私の大好きな楽器です。ああね、やっぱり、モーリス・アンドレの感じが出てきます。音がね、本当にいいですね。なかなかないですね。まあ、そういうぐらいのものです。マウスピースは、いろいろ私もやってみましたけど、今は、ストーク。ほほほほ。バッキャーノの。はい。3C を持ってますかね。これが自分になんか一番こう合ってる感じです。それとつい最近モネの、このバックスタイルの、マウスピースですかね。はいはいはい、あと、モネのマウスピースもいろいろ吹いてみたんですけど、あれ、米管と正管と、なんか、変えたりする必要があると、これはあんまり変える必要ないような感じで、どっちにも使えていいですけどね。音がちょっと短いんです、そのタイプ。短いんです、こう。ね。長さが。ちょっと短いですよね。ええ。ただ、モネの方は、こう、スロートが大きいので、ちょっと空気の音が結構、入る感じですけどね。でも、吹きやすいのは吹きやすいです。番号はありますか、モネットの。これ、番号は6って書いてますね。はいはいはい。なるほど。これは広京の亀島さんから譲っていただいたんですよ。はい。もう。そうですね。モネ博士の。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、たくさんお話をお伺いしたところで、次のお友達をご紹介いただけますでしょうか。はい、広島に来て私も
知り合いになったんですが、大変素敵な方ですね。それは、元広島交響楽団の松崎さん。はい。松崎雄一さんをぜひご紹介したいと思います。はい。それでは松崎さん、電話してみます。はい、行きます。お呼び出し中です。もしもし。あ、おはようございます。白津です。ご無沙汰しております。はい。今元気ですよ。今お時間大丈夫だったでしょうか。はいはい。あ、ですね、僕が今 YouTube の方でトランペットの方々と対談をするという番組をやってるんですけれども、はい。今収録をしておりまして。白石先生と対談してるところなんですけども、白石先生のお友達ということで、松崎さんがご紹介されましたので、はい、お電話差し上げました。はい、ありがとうございます。今、つながっております。うん、松崎さん。うん、はい。あ、聞こえますか？あ、よかった、よかった。すいません、突然。よろしくお願いします。はい、わかりました。はい。それでは次僕と対談していただきたいんですけれども、決まり文句を言っていただきたいのですが、ご準備よろしいでしょうか？もう言っちゃっていいの？一応振りをさせてください。はい。それでは、バズっていいとも、次ゲスト来てくれるかな？あ、いいとも。ありがとうございます。それではまたご連絡させていただきます。はい。はい、失礼します。はい、無事につながることができました。よかったです。いやー、嬉しいですね、松崎さんとお話できるのも。はい。僕も白石先生と初めてお会いしたのは、ヒロキョウだったので、この時にこう松崎さんもご一緒してて、はい、とても嬉しいです。はい。それではこう無事に松崎さんにもつながったところでですね、最後にこのバズっていいともを見ていただける皆様に何かメッセージをいただいてもよろしいでしょうか？あ、そうですか。そういうコーナーがあるんですね。はいはい。まあ、私のような拙い話を、まあ、聞いていただけた方には感謝いたします。私はトランペットでは大変苦労したんですけど、苦労しがいがあったと今は本当に思っていますので、どうぞ、楽器をされてる方ね、夢を持っておられる方も決して諦めないということをお勧めしたいと思いますね。もうコツコツでもいいので、続けていくと必ず良いことがあると思いますので、まあその言葉だけをどうぞ耳に残していただければと思います。はい。本当に今日の対談の流れでも、ありがたいお言葉をいただけたなと思っております。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい。というわけで、白津大好きアワーバズっていいとも第58回目のゲストは、広島文化学園大学教授でいらっしゃいます、白石稔さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。広島文化学園大学教授でいらっしゃいます白石稔先生と対談させていただきました。なかなか始まり方が衝撃的でしたし、そのトランペットを実際にやり始めたっていうのが高校終わりの時からっていうのを伺って、なかなかこうどうオーケストラに対談たどり着くのかなっていうのをドキドキしてたんですけども、でもまあその高音が出なかったという話をずっとされてましたけども、そのきっかけっていうところもやっぱりリップスラーっていうのは本当に大事なんだなっていうのを改めて思いましたし、本当に今回とても貴重なお話を伺えたんじゃないかなというふうに思っております。そしてその、白石先生のご紹介で、今度は元広島交響楽団トランペット奏者でいらっしゃいます松崎雄一さんと対談させていただきます。つい先日ちょっと広島で本番をした時には、お客さんとして来られていたり、関西フィルが広島の方に文化庁に行った時にも覗きに来てくださったりと、本当に心優しい、松崎さんと次は対談できるのが楽しみです。それでは次回も楽しみに。